ウインクチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ここからはわらなびをお届けします。お相手は綾里丸とウインクチャンネルの局長でございます。そして南原です。よいしょ。またあれか、頭の血がおかしなところ、ね、あのニュースの中にもあったのか、そうあったのか、これからあるのかあれなんですけどこれ食べたわらび、そうそう、いつもわらび駅からここのスタジオまで歩いてくるんだけど、改札出た時になんか新しめで毎回違うお店が出てるなと思ってすごい気になってて、で今回あそうなんだ、いろんなお店が出てるお店なんだっていうのを初めて知ったの。あれのことかっていう。そう、でそれでね、今日せっかくだから買ってきました。でじゃーん。おにぎりなのか。おにぎりパン。おにぎりなのかパンなのか、おにぎりなのかパン。そう、でもさ、これだけ見るとさ、おにぎりの形をしたパンっぽいじゃん。この中に、ガチおにぎり入ってる。なんだって。ガチ米入ってる。いやでも見た目可愛いじゃん、なんかこう。可愛いよね。昔話に出てくるおにぎりみたいな。ね、そうなの。たまさんパークの塩むすびパン、明太子味。おお、明太子ね。何を言ってるのかよくわからないよみたいな。どう。あ、ふかふかしてて切りづらいです。切りづらい。あ、すごい弾力があっていきますよ。はい、なんということでしょう。おお、ご飯。なるほど、ご飯。このようになっております。結構思いのほか明太子の量が多いな。そう、俺も思った。ちょっと入ってるのかなと思った。いただきます。いただきます。おにぎりだ。うん。あ、食べたとこからうち。おにぎりだ。あ、でも、後から完全におにぎりだよこれ、後から一応パン来る。思った通りの味だな。もう予想ない、明太子ですよ、明太子。すごい、やっぱ明太子強いな。でもなんかそんなに違和感ないな、ちゃんとまとまってる感がある、だからまあ明太子がやっぱ合うんだもん。でもこれ明太子パンとも全然相性いいし、ハマる人ハマる気がする。他にこれ味あるんですか。なんかね、あとツナと鮭と あとなんか期間限定でカレーパンカレーパンおにぎりもあった。もうカレーは絶対間違いない。そう、それ最初はカレーにしようと思ったんだけど、今日はないんですって、売り切れちゃったんですって言われて、じゃあどうしようかなと思って、おにぎりはツナ派なんだけど、でもツナご飯ツナパンだとなんかちょっと普通じゃん。え、ツナってそれツナマヨってこと。そう、ツナマヨ。それもね、問題、もう絶対間違いない。そうそう、やっぱね、鮭と明太子がやっぱちょっと挑戦したい、ね、挑戦しようと思って、ね、だってカレーはもうだって全員が友達だもん。そう、カレーパンもカレーご飯もね美味しいからね、そうで、ツナもツナパンもあるし、ツナマヨご飯もあるから、どうしようかなって、明太子か鮭かって言って、なんかちょっと迷って明太子にした。いや、いいと思う。でも美味しい。でも多分これの感じだったらね、鮭もきっと美味しいと思う。いける気がする、なんか。こういうのが、入れ替わり立ち替わり、こういうのが、そうですね、あの半月ごとずつで、このこれも食べたら変わってるんですけど、でもタマさんパークもしかしたらまた出るかも、人気があるお店はね。そうぜひ、ね、その際にはなんかね、食べてみて感想を教えてください。皆さんの感想をということでございます。はい、というわけでわらなびはわらびとその周辺のニュースをご案内する地域情報番組です。近々のイベント、お店、街の話題などなどをご紹介します。それでは早速今回のニュースフラッシュ、わらびとその周辺の近々な話題をご紹介、ニュースフラッシュ。埼玉で唯一水晶焼肉が食べられるお店が戸田市に誕生。5月1日宇宙店がオープンしました。戸田市にオープンした焼肉店宇宙店は、埼玉県で唯一水晶焼肉が食べられるお店です。大阪発祥の水晶焼肉とは、網や鉄板ではなく水晶プレートを使う焼肉です。遠赤外線効果により肉はふっくらジューシー、煙が少なく服や髪に匂いがつきにくいのも特徴です。台湾屋台をイメージした店内で BGM の昭和歌謡を聞きながら食べる美味しい水晶焼肉はいかがでしょうか。わらび駅西口の十勝山納豆本舗わらび西口店が定休日を設定。6月から毎週月曜日がお休みです。
わらび駅西口にある十勝甘納豆本舗わらび西口店は、四季折々の素材を生かした安全で美味しい和菓子が人気です。これまで年中無休で営業していた同店ですが、2024年6月より定休日を新設、毎週月曜日が定休日となりました。お店を訪れる際にはご注意ください。埼玉は隠れたうどん大国、埼玉うどんこ TV プロデュース第2回埼玉うどんフェアは6月22日土曜日と23日日曜日開催。埼玉県のうどん生産量はうどん県こと香川県に次いで日本で第2位。その魅力は県内各地にご当地うどんを有するバリエーションの豊かさだと言えるでしょう。6月22日土曜日と23日日曜日には、そんな埼玉のうどんを存分に味わえるイベント第2回埼玉うどんフェア in ボートレース戸田が開催されます。プロデュースするのは埼玉のうどんを紹介する YouTube 埼玉うどんこ TV の竹政凛さんです。完売続出だった前回同様、今回も盛り上がること間違いありません。集まれわらびのうまい飯、6月29日土曜日わらび飯フェス2024開催。夏本番を間近に控えた6月29日土曜日にわらび飯フェス2024が開催。わらび駅前通りピアロード商店街にわらびのうまい飯が集まります。過去に行われたわらび飯フェスは毎回大盛況。今回はわらびのイベントでおなじみのお店からオープンして間もないお店まで計21店舗が出店し、クアッカ前にて子ども縁日広場も開催されます。わらびのうまい飯とおいしいお酒を求めてわらび飯フェスへ遊びに行こう。名護市の大祓は6月30日日曜日開催。古来より日本では人は知らず知らずのうちに罪を犯し、心身が汚れてしまうものだと考えられてきました。6月30日の日曜日に蕨神社で行われる名護市の大祓では、そんな罪や汚れを人形に移して納め、お祓いし身を清めます。大祓への手順やスケジュールについては蕨神社公式ホームページをご確認ください。はい、ということでございます。このようなラインナップになっております。皆様気になるニュースはありましたでしょうか。いろいろあるんですが、いろいろうどんこ TV も気になるんですが、ね、水晶焼肉も気になるし、そう水晶焼肉って私こう初めて聞いた、不勉強にして初めて知ったんですが、プレートがですね、こう透明のこう水晶があって、水晶っていわゆるあれですね、こう占いとか、あれがこうお皿になってるんですよ。プレート分厚いやつになって、 あんまり火を強くしすぎちゃうとプレートにひびが入っちゃうんで、もう火はこうなんか中火ぐらいでこうやっていくと、もうプレート全体が熱くなる、遠赤外線的な、遠赤外線で煙があんま出ない、で油も跳ねない、で煙も出ないから匂いも髪とか服につきづらい。あ、でもそうか、まあ、水晶、まあ、石みたいなもんなんですね。そうですね、だから溶岩プレートとかに近いのかもしれないですけどね。石焼き溶岩プレートとかその一種でちょっとまあ透明度がすごい高いみたいな。だからでも綺麗なんですよね、プレートが透明だから、最初ちょっと白っぽいんですけど、火かけたらスーッとこう透明になるんですよ。へー、そうなんだ。で、下からこうこんなコンロの青い火がこう、見えるプレートで、その上に赤い肉を乗せてみたいな。で、こうなんか店内もね、こう台湾屋台、上から提灯がぶら下がってて、女の子好きそうじゃん。そうですね、異国情緒の感じなんで。そうですね。で、昭和歌謡が流れてる。いいじゃん。いろいろ混じってる。混じってますけどね。まあ面白いですね。なるほど。気になる。なんか焼肉好きな方はね。そう、一回行ってみても、ちょっと駅から離れてますけどね。じゃないでしょうか。ということでございますが、ピックアップするものは何になりますでしょうか。するのは、わらび飯フェス2024ですね。飯フェス、わらび飯フェスが6月29日にやるんですけど、結構もう恒例になりつつある。恒例になってますね。もう年に1回この時期にやるっていうのがもう決まってんのかなっていう感じで、割とテイクアウトのイメージが、やっぱコロナ禍の中で、テイクアウト
できるようにっていうことで始まったイメージがあるんで、そう、ね、うん、そう、2020年その通りで、コロナ禍でこう飲食店が食べられなかったらできないわけですよ、じゃないですか、うんうんうん、でテイクアウトした店を応援しようみたいな感じで、うん、でその写真を撮ってこうハッシュタグわらび飯っていうのをつけて SNS とかでこう発信して、うん、お店を応援しようみたいな、うん、そういうのだったんですよ、言ってた言ってた、うん、でそれで実際にこうリアルイベントとして、うん、テイクアウトイベントでわらび飯フェスっていうのをやって、うん、これ2021年の10月が多分第1回、うん、でその時はねこう駅前の方だったんですよ、今再開発やってる方の近くで、うん、ローソンとかがあるとこかな今、うん、そこの駐車場でやったんですけど、で第2回以降はこう今の現在の駅前通り商店街ですね、うん、でやるようになって、去年とかも結構暑かったんですよね、もうね、この6月の末で、いやだって今日も暑かったもんね、そう結構みんなねこう買って日陰に隠れて食べてるみたいなそんなイメージがありましたね、これ今は一応テイクアウトというか屋台みたいになってるんですか？そう、もうこれ今回はねもう普通のイベントなんで、会場で食べるの、飲食もできます、もちろん食べれる、そうお酒もね売ってるし、で子供が遊ぶようなあの子供縁日広場っていうのもあったりとか、なんかそうですね、毎回クワッカーのところでなんかそうやってますよね、前だとストラックアウトやってたりとか、はい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 、まあそうだ、もともとテイクアウトイベントだけど今もこう普通にイベントになったから、もう今後も続いていくんだろうなって俺は思ってますけど、うんうんうん、続いてってほしいし、ぜひね、そう結構ねそのわらびの有名なお店も出てるし、うん、で実際お店行ったことないけどこうイベントで食べてみるっていうのもね、うん、一つの出会いの場ではあるので、うん、そうなんかねあのおなじみのイベントではおなじみの店もありますし、私のイメージだとあれだな、麺屋心わらび店さんが、はいはいはい、やっぱ大行列、あれこれ台湾まぜそばですね、まぜそばのお店なんだ、いやねすごい人気だったですね、うんうんうん、あとはなんかたたこめ店さんの焼きおにぎりとか、もう美味しいですね、めちゃくちゃいい匂いしますよいや匂いはねもうやられちゃうよね、お醤油でしょ、お醤油焼いた匂いでしょ、お醤油焼いた匂いはねそれもね世界一いい匂いですよね日本人だったらねもう大好きな匂いだよこれは。でまあこの前のね夕暮れ市でもおなじみの神社さんとか、うん、バーライズさん、バーライズさんのデスカーラさんとかもいいですね、大作さんもあるじゃないですか、大作さんもありますよ、で去年ワラフェスでカラオケ王に輝いた焼き鳥酒場 D さんとかね、うん、その一昨年うまから王で優勝したロスボラチョスさんとかね、うん、その辺なんかも出てるし、このお祭りとかは割とこうなんか買い物のついでにお昼とか買って帰れるっていうのがいいですよね、あのですね割とお昼ご飯とかになるようなものもあるんで、うんうん、ちゃんと食事ができるから、うん、でもいいねそういうの、すごい嬉しいじゃん、一日ここにいるっていうのももちろんまあいいんですけど、まあ、ちらっと寄ってなんか美味しそうなものがあったら、うん、あの買って帰るとかも全然楽しめるんでね、うん、時間がだから11時から16時なので、うん、お昼ご飯食べて、うん、で終盤にこう夜の惣菜みたいに買って帰るとか、うん、全然そういうのも使い方もできますよね、うんうん、そうということで、6月29日に、はい、11時から開催されますので皆さんぜひぜひ行ってみてください、はい、ということで続きは CM の後。ウィンクのケーブルスマホ皆さんご存知ですか？今までの機種や電話番号そのままで毎月の利用料がお得な格安スマホサービスです。さらにウィンクの各種サービスとのセット割ではもっとお得に。お客様のニーズに合わせた各種プランや安心のサポートパックもご用意しています。まずはお気軽にケーブルテレビウィンクまでお問い合わせください。それではまたまたわらびとその周辺のキンキンな話題をご紹介、ニュースフラッシュ。夏に食べたい絶品とんかつ、わらびのとんかつといえばやっぱり大作わらび東口店でしょ。のれんをくぐりお店へと続く細道を通り抜けた先に待っているのは絶品とんかつ。サクサクした衣をまとった柔らかいお肉、すり鉢ですった白ごまは香り高く特製のソースとよく合います。リーズナブルに美味しいとんかつが食べられる大作わらび東口店は、わらびでは誰もが知る老舗の名店。わらびでとんかつが食べたくなったらやっぱり大作わらび東口店は外せません。わらびの夏は塚越から始まる。7月6日土曜日、7日日曜日、朝顔ほおずき市開催。わらびの夏の幕開けを告げるサマーイン朝顔ほおずき市は7月6日土曜日と
7日日曜日の2日間わらびナンバーワンストリートの一角にて行われます。イベント開催期間中、会場付近は歩行者天国となるため、子供を連れて気軽に遊びに行きたい方にもおすすめです。子供から大人までが童心に帰って遊べる塚越の夏祭りとして、2024年の夏も塚越からわらびを盛り上げます。夏といえば怪談。7月21日火曜日、納涼怪談祭開催。夏になるとなぜか怪談が聞きたくなりませんか？7月21日の日曜日、ボートレース戸田イベントホールにて観覧無料の納涼怪談祭が行われます。登壇するのは事故物件住みます芸人こと松原タニシさんと怪談家アミさんのお二人。ヒヤッと背筋も凍る怪談が聞きたい方におすすめです。真夏のボートレース戸田に恐怖に満ちた悲鳴が響き渡るかもしれません。8月3日土曜日、第71回戸田橋花火大会スカイファンタジア開催。今年も夏の夜空に大輪の花が咲き乱れます。8月3日の土曜日に第71回戸田橋花火大会スカイファンタジアが開催されることが決定しました。今年も板橋花火大会とは同日開催。荒川を挟んだ2つの花火大会がシンクロする内容になる予定です。日本で唯一無二ともいえる光の共演に注目です。さいたま市初のビール醸造所 UBP ブリュワリー。 UBP ブリュワリーは北浦和のビアハンチング浦和、浦和のビアノバ浦和に続く株式会社浦和ビールプロジェクトの3号店。同社初の醸造所併設店として2022年8月浦和駅西口のワシントンホテル1階にオープン。同年12月、さいたま市初のビール醸造所として免許を取得しています。サッカーと街、そしてクラフトビールをつなぐ場所として埼玉県内外から注目を集めるブルワリーです。わらなび。はい、ということでございます。皆様、気になるニュースはありましたでしょうか？このようなラインナップになっております。いや、花火もありつつ、花火もありつつ、そうかね、花火のも発表されたね。あんまりこういうのなかった気がするというのは怪談、ね、怪談ね。なんかでもずっと静かにブームな感じですよね、うん、そう、怪談はやっぱね、そうですよね、うん、怪談ってあのもう話だけじゃないですか、うんうん、落語とかと同じ近いものがあるんですよね、うんうん、でこっちが想像して怖がるタイプの話だから、うんうん、結構面白いですよね。そう、なんかガチで怖いっていうか、うん、なんかね、あの怖い漫画とか怖い映画より怖い小説の方が怖いみたいな要は自分で想像しちゃうから、ね、そう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 、思い出しちゃうしね、その作った映像を、うん、自分の中でなんか、でも怪談、そうですよね、うん、なんか 話す人のテクニックとか技術によって全然違いますもんね、うん、でも事故物件住んでみました芸人さんが出るっていうから、うん、なんか実話っぽいものとかも聞けるんじゃない？この人はそう、あのその体験談を話すんですよ。あ、じゃあ、うん、そういう事故物件にガチ話じゃないですか。そこに住んで、うん、そので起こったこととか漫画とかにもなってます、この人は、あ、じゃあ結構有名な方なんですね。こう、この界隈だと、その怪談界隈だと有名ですね。このアミさんも何回か僕そのこの人の怖い話聞いたことありますけど、うん、独特のね、こうなんか語り調でやっぱ怖いですよ。でも本当怪談とかって本当に話術が優れてる人じゃないと、うんうん、難しいですよ ね。私絶対できないですもん、うん、この感じで階段やっても絶対怖くないでしょ。ああ、階段か、なるほどね。無料ですからね。確かに、いいかもしれない。お得じゃん。お得で怖くなれる。そうどういうこと？涼しくなれる。そうね、なんかわざわざね、わざわざ怖がるって何なんだろうと思いますけどね。でもまあ面白いっていうことで、うん、夏ならでございます、ね、皆さんもこれは行ってみるといいんじゃないでしょうかということでございます。続いては埼玉クラフトビールナビだ。イエイイエイ。はい、ということで
クラフト埼玉クラフトビールナビでございます。イエーイ待ってました、はい、ちょっとね今これ2本撮りの2本目なのでちょっと早いよね曲早くも舌がおぼつかなくなって、うん、なんかちょっとでいいっていうかちょっとしか入れなかったら、うん、なんか残った分全部勝手に入れて飲んでんだもんあれはカメラマンが飲む分だった分を私が勝手に手弱でなんですけども、今回は今回はちょっとじゃあ綾里君その今回はですねなんと初めての缶これもかっこいいクラフトビール。そうです、最近結構ねそのクラフトビールが缶が主流になってきてまして、うん、瓶じゃなくて、でこの缶のやつなんですけどもこちらは UBP ブルワリーといって浦和です。2022年にできた浦和のブリワリーなんですけど、うん、もうねすごいかっこいいです、満を持してって感じなんですよ。ここはもうねもともと株式会社浦和ビールプロジェクトっていう会社はもう結構、うんうん、クラフトビールがまだそんなに、うんうん、まだこんなこうなんて多くない時からですね、北浦にあるビアハンチング浦和っていうお店が、うんうん、クラフトビールがたくさん飲める、全国のクラフトビールが飲めるお店で、うんうん、その後浦和駅の東口には、うんうん、ビアノバ浦和っていう、うんうん、2店舗をやってて、やっぱこの結構そのクラフトビール界をこう支えてきたというか埼玉、うんうん、そこが満を持して自分のとこでも作り始めますよっていう。なるほど、うん、そうもうすでにそのビール好きというかクラフトビールウォッチャーの間では知られた名前だったんですね、はい、もちろん知られた名前で、全国のいろんな、うん、ブルワリーとコラボしてビールを作ったりとかはしてたんですけど、まあいよいよ時間醸造しますよっていう話題になって、で、まあ、写真もめちゃめちゃね人いっぱいいる。これね浦和今再開発してるんですよね、浦和駅に進出して、うんうん、その再開発のギリギリのところにある、まあ、浦和ワシントンホテルの1階にあるんですけど、浦和区としては初めてのビール醸造所になります。これまで紹介したところっていうのは発泡酒免許なんですよ、うん、規模があって、うんうん、ただここはビール醸造免許を持ってるところなので発泡酒ではなくビールが作れる、うんうんうん、これはそのオープン前にちょっと中入れさせてもらった写真なんですけど、すごいピッカピカ、そうこういうタンクがね、まあ、この方がその通称鎌倉さんって言ってるこの代表の方なんですけども、うんうん、本当にビール業界では知らない人いないような感じ、知る人ぞ知る。これはあれなんですか、ワシントンホテルのその場所なんですか。そうです、おしゃれですな、カフェになってて、うん、あ食べ物も美味しそう。ここはグランデカフェっていうところとが併設されているので、うん、まあ、そここのサンドイッチがすごい有名で、うん、美味しくて、サンドイッチとビールなんて超もう贅沢じゃん、ね、うひょうだよね、おしゃれですよね、うん、そうなんかこうそこはかとないサッカー感があるんですけど、あそうやっぱ浦和ですからね、やはりそれは。そうでこの鎌倉さんも有名なもう浦和レッズのサポーターでして、うん、あそうなんですね、うん、これはもうクラフトビールと町とサッカーフットボールをつなぐ場所としてこう、うん、機能しているみたいな。すごい、なんかそうですよね、ロゴも言われればなんかこうサポーター的な。そうですね、もう完全にそれですね、うん、感じですもんね、はい、浦和オールウェイズ。あそうこれ浦和駅開業140周年の時に浦和駅とコラボして作ってるんですよ、うん、すごい。結構赤羽とかでも駅でもこう出店してお酒をこうクラフトビールを売ってる酒屋さんがあるんですけど、うん、こんなに早いペースで売れたの初めてだって言ってました、うん、これが僕も買いに行った時に超並んでたんですよ、もう、うん、うわーっつって、ですごい並んでる時に、うん、その缶ビールをこの店の方に運ぶところに電話してしまって、うん、僕もちょっと手伝う、うんここで大体3種類のビールを作ってまして、うん、3種類というか3つのシリーズに分けてて、うんうんうん、ウルトラスシリーズ、まあ、UBP の頭文字って、うん、ウルトラスシリーズっていうのは、まあ、インパクトと遊び心あるビール、うん、で B のベースシリーズっていうのは、うんまあ、基本的なビアスタイルだったりとか、うんまあ、浦和の地域の農作物とかを使って、うんまあ、地域の人に愛されるビール、うん、浦和に根付くビールみたいな感じ、うん、で最後のクラウドシリーズ B ですね、うん、これはもう誇り高きサッカーの街のクラフトビールみたいな、うん、この3つのシリーズを主軸にこうビールを作っていくの、うん、で今回持ってきたビールっていうのは、うんうん、もう先日ですね5月の22から26日に埼玉新都心で開催されてた日本最大級のクラフトビールイベントの手焼き広場ビール祭りっていうのがあったんですけど、うんうん、そこで、コラボビールとして作ったビールなんですよ。すごい。で今回その欅広場ビール祭りは、うん、そのコラボビールを作るブルワリーを一般の人の投票で選んだんですよ、うん、こことコラボビールを作ってほしいみたいな、投票してください、すごい、で堂々第一位に選ばれて、まあ、地元ですね、すごい、そう選ばれて作ったのがこの欅プラド。なるほど、埼玉のクラフトビールの U なわけですね。そうですね、早速そのね、ぜひ
やつをプシュッちゃってくださいよ。もう初めての栓抜きがいらないカシュッと。確かにシュッと いきますわよ。はい大丈夫。おお、すごい、結構入ってますね。こんなに入ってるの。サービス満点、サービス満点。最近のジュースでこんなに入ってるの見たことないよ。ひたひたやん。斜めに向けた方がいいのかな。いや大丈夫ですよ、まあ、大丈夫大丈夫。なんか綺麗に入れたよね。割と黄色めかな。そうです、これはヘイジー IPA っていうスタイルです。ヘイジー IPA、はい、まあ、IPA はさっきも言ったように、ん、この間、アイホップをたくさん使ってなんですけど、うん、ヘイジーっていうのは、うん、濁ってるとか霞んでるっていう意味なんですね。あ、ヘイズ、はい、はいはいはい、パープルヘイズ、パープルヘイズ、同じこと考えて、でもそのヘイズでしょ。そうですね。で、まあどうでしょうか、特徴としては。どう、なんか綺麗に。そうなの、すごいすごい。綾里君今だんだんなんかビール売りの少女みたいだったでしょ。どうどうどう、ビールイカスカー。綺麗に取れたよ、ちょっといっぱい入れちゃったけど、はい、あ、ありがとうございます。かなり華やかです。あ、いいや、トロピカルでジューシーで、あの綾里のビール、うん、食レポ、ビール食レポ。あ、本当はトロピカル、なんかパイナップルみたいな匂いする。そうそう、本当に。あ、本当だ、うん、おお、これは分かる、トロピカル、うん、柑橘系のトロピカル。これはレポしやすいんじゃないか。フルーツは使ってませんからね。え、そうなの。使ってません。うん、それなのにこんな。これはホップです。え、ホップってこんなに爽やかな匂いがするの。そう、あるんですよ。いただきます。あ、苦味がある。うーん、あの、なんだろう、前回飲んだものよりも苦味が強い。あ、でも飲んだ後はスーって消える。いただきます。へえ、面白い。うん、なんか嫌な苦味じゃない。これガツンと苦いね、うん、そしてスーッと消える。同じこと言ってんじゃん。同じもん飲んでっからね。いや、もうちょっとあるでしょ、食レポ。後出しじゃんけん局長なんで。いや、でもね、これ美味しい ね。後味だいぶ好きですよね。すごい。これ、苦ってなって、スッて消えるから、うん、後引きますね。そうですね。なんだろう、うん。ちょっとほんのり甘みもありますよね。うん、この苦味はでも、なんかこう、日本人が好きな苦味っていうの、なんていうのかな。あの食べ物でもさ、苦いけど美味しいみたいなのは、じゃあそういう苦味？そうね、でもこんなにスッと消える苦味って、うん、あんまり経験ないかも。なんか、うん、ほらグレープフルーツとかも割と残るじゃないですか、うん、はいはいはい、だけどなんかこう、あれ今のは幻だったのかみたいな、いい苦味。でもなんかやっぱ、うん、UBP さんなんか凄みを感じますね、この、うん、酒を飲まない私からしては、うん、本当に独創性がある。ね、これすっごい後引くわ。面白い。なんかね、もう一回確かめたくなっちゃうんだよな、これを。わかる。うん、もう一回飲んで。飲んで。うん、みたいな。やっぱり苦いよな。あ、でも消えた。もう一回飲もうみたいな。でもすごい爽やかで、本当に何かこう柑橘類のフルーツが入ってるように錯覚するけど、うん、その柑橘系のなんかこの渋みはない。うん、そうだね。なんか口に入れてまずその甘みを感じて、うん、グッて飲み込むと。ガッて苦くて、苦いってなる。それで気づくとスッて消えてる。あ、なんかすごい、本当に全然違うんですね。やばい、どんどん飲んでゆっくり、どんどん飲んじゃうわ。これ 6.5% です。 6.5%、はい、これはね、倒れちゃう倒れちゃう、結構いい感じに体がね、今ポカポカしてる。私の毛が逆立ってきましたよ。いい、これも美味しいですね。先日飲ませていただいた、あの星野さんのところのも美味しかったら、うん、今回のも美味しい。美味しい。こちらは結構いろんなところで買える。そうですね、浦和に行けばまず買えます、うん、そのお店に行けばタップでも飲めるし、うん、缶とかあるんですけど、うん、まあ常時やっぱりあるわけじゃないですよね、うん、これも今回はこの限定で作ってるもので、うんうん、早々に売り切れてしまうことも考えられますし、うん、でもその分違うものがあったりとか、うん、深いね、クラフトビールはございますので、皆さんぜひぜひ飲んでみて。大丈夫大丈夫。局長、やっぱね、やっぱ 7%の何か。パワー来てる。ああ来てるね。私の一生懸命飲んだ豆乳も突き破られたかもしれない。幕張ったのに。幕張ったのに。なので皆さんぜひぜひまた見てください。わらなびいかがでしたでしょうか。次回のお知らせ。この番組は隔週放送なので7月2日火曜日からの放送となります。来週はわらび昭和歌謡研究部。
放送時間は午前7時30分、午後2時、午後5時45分、午後10時45分の1日4回。というわけで、今週のわらなべはここまで。また次回。ぽいぽい。